今日は5月18日の土曜日です。お聞きいただいてありがとうございます。なんだけど、ちょっと今から喋るのはですね、1週間前の出来事ですね。そう、喋ろうと思ってて、なんか気がついたら、平日はあまり余裕がなくて1週間経ってしまったっていうところなんですけど、5月11日に行われた、12日の日曜日に行われたイベントがあって、声優の安西ゆかりさんが、やっている、番組というかイベントというかのシリーズがあって、タイトルが安西ゆかりクロアチアロケプロジェクトっていうんですよ。これは要するに安西さんが、クロアチアに行ってみたいっていうことがあって、でそれを実現するために、イベントを10回やって、あと合間に1ヶ月に1回ラジオやって、で、最終的にはクロアチアに避けに行くっていうプロジェクトなんですね。割と結構壮大かなっていう気がしますよね。だって、ロケに行くっていうこと自体は、声優さんね、あるとは思うんですけど、割と、国内とかだとね、最近はようやくそういう国内の移動とかもできる感じになってきたんで、よく聞きますけど、クロアチアって結構距離があるし、で今円安もあるし、結構その中で、そのプロジェクトやるんだっていうのは、結構始まった時もびっくりしましたね。そう、最初その生放送があって、安西さんの新企画です、みたいな生放送だったんですよね。だから何をやるのかってのはみんなあんまり分かってなかったんだけど、番組見てたら、クロアチアに行くっていう。で、それに向けてってことじゃないんだけど、要するに安西さんいろんな、イベントをやったり、配信イベントやったり、あと、ラジオやったり、みたいなことをずっと続けて、約1年続けてきたっていうような感じなんですけど、で、今回は、イベント10回やりますって話だったんですけど、11回目っていう、おまけというか、プラスアルファというか、の、イベントで、カラオケパーティー、2っていう、タイトルでした。カラオケパーティーっていうのは、実際去年1回やってるんですよね。で、今回は、出演者の方も一部変わって、第2弾ということで、安西さんと、ゲストに、桜香織さんと、関口理沙さんと、松田さつみさんと、高橋かにんさん。で、昼の部と夜の部とあって、とりあえず一人、一曲。で、安西さんは、もう少し、オープニングに一曲歌ってるんで、もう一曲歌って、で、あとは、デュエットとかトリオで一曲歌って、全曲が何曲か、みたいな感じでした。で、割と、このメンバーだと結構面白い、かなと思って私も見たんですけど、割と、それぞれの趣味というか、が、色濃く出ているというか、歌いたい歌を歌うっていう感じのイベントだったなと思います。結構印象的だったのは、一つは関口さんがちゃんと振り付けまでコピーして歌うっていうのをやってて、昼が、AKB のポニーテールと師匠を歌って、夜は Perfume のレーザービームを歌ったんですけど、ちゃんと振りをつけて、歌ってるところが印象的でしたね。で、あとは、そうね、昼の部を振り返ると、割と昼の部は、どうだろう、結構印象的だったらあれですね、松田さつみさんが、ピスリライツっていう作品があって、で、これ安西さんも、キャラクターを演じていて、で、さつみさんの双子の姉さんのリサイさんもキャラクターを演じているんですけど、リサイさんのユニットの曲を、さつみさんが歌うっていう展開が結構、で、そのさつみさんは、安西さんの、ことも思って歌うっていうね、ことがあって、それは結構印象的でしたね。でしかもその曲って、二人組で歌う曲で、しかも割とテンポが速いし、歌詞が多い曲なんで、それこれ一人で歌って結構大変だなと思ってたけど、客席が盛り上がってコールアンドレスポンスができる曲なんで、それをなんか歌うのは、確かに歌う楽しいだろうなと思って、聞いてました。サディスティックキャンディっていうユニットがラプシーライトの中にあって、それはアメニチャンスっていう曲があるんですけど、その曲を歌ったのが印象的だったな。あとは、安西さんと関口さんと高橋さんでハレハレ愉快を歌って、で、安西さんは、振り付けを結構直前になんか覚えて、踊ったらしいです。で、多分高橋さんは世代的に、ハレハレ愉快とか、多分、リアルタイムで見てた世代なんだろうなとは思ったんで、やっぱその振り付けはさすがだなっていう感じだったかな。で、昼は最後は、全員で小さな恋の歌を、モンゴル800の小さな恋の歌を歌って。あと、最初に、全員で歌った曲、もう一曲は、坂本真綾さんのプラチナだったっていう、感じですね。で、夜の部は結構、個人的には、世代が結構上の人は夜の部がより、なんか多分良かったんじゃないかなっていう気はします。最初に全員で歌ったのがムーンライト伝説だったっていうところが、その選曲も結構面白いなと思いましたけどね。割と、世代的には多分、みんな多分かなり、今回出演された方たちよりも多分世代的には上の世代の方の曲だと思うんですけど、セラムーンの主題歌ですからね。でもみんなが知ってる曲なんだなっていうことは感じました。
あとは個人的に嬉しかったのは、あの桜香織さんが倉橋優子さんの孫とおそっていう曲を歌ってくれて、で、あ、まあ、桜さんが優子さんのこと好きだったら知らなかったんですけど、あの、あ、そうなんだと思って結構びっくりしましたね。なんかご本人は、あの、なんか優子さんのこと知ってたというよりは、あの、動画サイトで見たことがあって、で、の印象的に残ってた曲ってことらしいんですけど、ちょうどね、今、優子さんが活動再開したタイミングで、この曲、歌ってくれるっていうのは、結構、あの、個人的にはすごく嬉しかった。であとは、まあ、高橋ひかりんさんがあのシュガーソングとビターステップを歌ってくれたりとか、そ全般的に、あと、その、2人とか3人で歌う曲が、アンダースの高橋さんが、マクロスのライオンを歌って、で、桜さんと関口さんと松田さんは千本桜を歌うっていう、これも結構、あの、個人的には良かったですね。で、最後は全員で、あの、鈴宮春日のオートノートを歌うっていう、うん、確かに夜の部の方が、割と、あの、世代が上目の、人が、より、あの、刺さる曲が多かったかなっていう気はします。で、まあ、イベントはこれで11回やって、で、まあ、ラジオがもう1回、6月にあるのかな。あの、この、クロアチアプロジェクトの。で、いよいよ本当に、あの、安藤さんはクロアチアにロケに行けることになったっていうのは正式に、まあ、この日のイベントで発表された。っていうのも、あの、印象的だったし、その時にね、その、発表されたのを見て、あの、関口さんが感極まって、あの、まあ、ちょっと感極まったんですよね。だそれはまあ、要するに、本当にそれ行きたいというふうに、安藤さんが言ってたことが実現したのが良かったっていうふうな話をしてたんで、まあ、そうだよなと思って、でもそうだよなと思うとともに、やっぱりそこを他のって言ってるんだけど、まあ、ご自身じゃなくて、その、安田さんが、まあ、やりたいと思ってたことが叶いましたっていうことを、あの、喜んで、喜べるっていう、そのなんか関口さんのピュアさみたいなものも、あの、すごく印象的でした。割と、なんか私の印象は、まあ、結構クールな感じ。まあ、いい意味でね、クールな感じの人なのかなと思ってたんで、うん、なんかそこが結構印象残っていました。っていうような感じかな。あの、まだ、配信のアーカイブが見れる、ので、多分ね、配信がね、ちょっとここの、あの、配信が少し、あの、変則的というか、要はね、あの、料金、その、配信の、料金によってアーカイブの期間を延ばせたりするっていうのもあるので、まあ、あの、多分最速だと12日、だから19日までは見れるから、まあ、明日見ようと思えば見れる。まあ、今、今日18日なんでね、まあ、ちょっと、18日、後々聞いてる方はもう見れないって話かもしれないけど、19日まで見れるし、多分、プラスアルファの配信費用を払えば、もう少し見られるはずなんで、まあ、気になる人は探して、検索して見てみるのもいいかなというふうに思います。というのが、今回見てきた、イベントの感想でした。以上、お聞きいただいてありがとうございます。